こんにちは。今から2回目の、サングラスがセカンドドーズの、ワクチンを受けに行ってきます。工事してますね。なんか今バケーション最後の3日間なんだけど、最後の2日か死んだように寝るんじゃないかなっていう予想を立てております。とりあえず行ってきます。多分同じ感じになると思います。場所は同じところです。So please keep your arm very relaxed. Okay. Every time it's scary. Okay, here we go. Take a deep breath. Oh. Okay. It's okay, you're done. Okay, thank you. I'm gonna just do your proof of vaccination. Okay.こんにちは。今ワクチン2回目打ち終わりの15分間待ちのが終了したところです。外にいます。帰ったらハンターの詳細の動画撮ります。基本的に1回目と同じでした。てか1回目よりも説明少なかったかもと思う感じです。どうなるやらって感じですね。はーい、じゃあまた。ハエがいるけど、まあ、気にしないで、さっき帰ってきました。で前回と同じように私は ID を持ってって、でこういう証明書をもらって、でこんな感じです。今回は説明を私はされなくて、2回目だったからか。で、まあ、何か質問ありますか、こういう症状ありますか、血液の何かありますか、病気ありますか、アレルギーありますかとか、そういう質問を前と同じようにされて帰ってきました。で、なんか噂では私の友達とか知り合いで3日間寝込んだとかいう話もあったり、お熱が40度以上出たりとか、人によってまちまちで全然ケロってしてるよっていう人もやっぱり2回目の動画でもあるらしいので、なんかまあいろいろありますよね。なんか女性の若い人の方がそのサイドエフェクトが出やすいとかいう話もあるので、まあそこはぼちぼち見ていこうかなと思います。あと1日2回か3回ぐらいに分けてちっちゃい動画で様子見の報告をしていこうと思います。じゃあそんな感じで、今1日目の夜です。今11時ぐらいでもう寝るんだけど、寝不足のせいもあると思うけど、割と頭が朦朧としてて、結構左腕は腫れてきて痛いけど、でも動かせます。今のところ頭痛くなったりとかはしてないかなって感じです。おやすみ。おはようございます。髪も溶かしてないし顔も洗ってないです。失礼します。頭ちょっと痛いかな。あとちょっとだけ気持ち悪いかも。で腕また上がらなくなったから、またヨガしなきゃって感じです。あと食欲も落ちてるかも。ちょっと気持ち悪い時ってご飯食べたくないじゃないですか。そんな感じかな。あとすごいだるい、すごいだるい。体が頑張ってる証拠だと思う。あとやっぱ夜寝てる間かなりね汗かいたかな。でも熱は出てないと思う。出てたとしても微熱かなって感じです。今日一日はベッドで過ごします、多分。じゃあまた。今2日目の夜です。夕方ぐらいに寝たりして、
ご飯2回だけ食べたけど、お腹空いてないのでそれだけです。頭痛いし、眠いっちゃ眠いし、だるいし、あと腕、左腕なんだけどパンパンです。動かせるけど。って感じかな。ほぼほぼ外に出てません。一日中ベッドの上です。で、ちょっと微熱っぽいかな、やっぱり。ちょっと暑い気がする。寝汗すごいかいたし、寝てる間に。汗いっぱいかいたから水いっぱい飲もうと思います。明日学校なんだけど以上です。おはようございます。3日目の朝です。学校行かないことにしました。7時半に目覚ましで起きた時に頭が非常に未だに痛かったのと、あとやっぱ体だるだるだし、眠かったし、あとやっぱり昨日の夜結構寒かったはずなんだけど寝汗すごいかいたから、もう一日はちょっとだるとしようかなと思ってって感じです。でも腕昨日より痛くなくなったし、でも食欲はやっぱりまだないかな。吐き気はないかな。昨日の夜とか夕方から頭すごい痛かったから、こんな感じです。こんにちは、4日目の朝です。今学校に向かってる途中なんだけど、腕はまだちょっと腫れるけど、それ以外は割と普通かな思います。なんかもはやずっとベッドにいたから疲れてるのか、単純に体が疲れてるのかもはやわからないので、多分大丈夫です。以上です。